言われますが、まあ、落語家さんはお酒が強いでしょうって言って、まあ、古今亭志ん生という方がですね、あの人が酒のイメージを強くしたところがあってですね、三条酒が平気な方でしたから、柳家金五郎先生が話し家というのは面が濃いになっちゃいかんかって感じでイメージが浸透しまして、私みたいな二枚目は非常にやりづらい。でも一生懸命頑張っちゃれば、落語家も人間国宝の道頑張っちゃうんです。この間柳家小三賞が落語界で初の人間国宝に選ばれました。こげなもんを国が守っていけんすんですか。守ったり保護しなきゃいかんというのは絶滅寸前な証拠です。まだ分かっちょらん柳家小さんは。まあ、鹿児島ですから酒が強いでしょつってよく勧められますが、私はですね、正直に言います、あまり強くはないんです。ただ言っときます、お客様のご馳走酒の時には朝まで平気です。手銭で飲む時にはビール一本でベルベルなんです。都合のいい酒ですから。肝臓というのは自分で診断できますからね、病院に行かなくてもいいんですよ。や有名な先生に教わりましたから、力を入れた手をですねパッと返すんです。これが白っぽかった手が元の赤身に3秒以内で変える方、肝臓は大丈夫です。血の流れを表しますから。これをこの間行かせましたらですね、飲みながらやってる方が多いったですよ。大丈夫やない、大丈夫。そげん心配で飲まなきゃいいんですよ。不思議なもんですがね、強い人は強かですよ。焼酎も私の知ってる同級生、五社山宮城っていうのは同窓会の時に2升開けましたからね。で、五社山が大丈夫かったら、全然よくわんどうや。もうでひっこ飲んで酔わんがよ。もう欲のたこかねたってやが。酔わんじやがち。飲むなっつったんですよ。酔わないんだったら。無駄ですからね。水でも飲んでるっつったんですよ。元気ですが、もう弱い人はベロベロなんですよ。ねえ。もう、つらが赤かですが、大丈夫ですかって。あたいがご、あんな酒の弱かしか男がおらんがな。今そこ、酒屋の前を取ったら、酒の匂いがプーンってしっきり。あたい、よくろたがお。ですかと聞いてる人が真っ赤になったって話があるんですが。お酒は程よく飲めた方がいいんではないかなと思いますね。癖があります。じっと見ておりましたら、ほんのこっちいろんな癖を持ちる人が多いですよ。当人はわからんです。これは癖ですからね。もうよくの時言いますと、必ず人間は癖があるんですよ。変わった情語、鶏情語っていうのがですね、せがらしこっか。まあ、たまんな、飲まんや、あたいがと。あ、ですか。いつ来てくださる方、待っちゃったんですか。いや、行きますが、行きますが。たた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 たう結構時をつけてる方が上ですね。壁塗り上って方も上ですよ。なんがならんちよ。ないごて持ってくっとな。やめちょったよ、おや。やせんちよ。やめなさいち。社会にこういう人が多かったらしいですけども。泣き上の方も上ですね。涙腺が緩くなってきて。ありがとうございます。6月もボーナスが出なかったおないちょらですね。私が一番好きなのは笑い上戸。かよかですよ、笑い上戸は。笑い上戸は一人いますとね、宴席がパーッと盛り上がって陽気になりますから。ただ言うときますけども、笑い上戸の人はあんまり頭の出来のいい人おらんですね。わけのわからんことでよくろちゃですが、みんなおまさかく止まっちゃったが、おまんさん、鼻の穴が二つ洗えなあち。わけのわからんことで喜んでますが、こういう泣き上戸、笑い上戸もですね、場所によりますと映る時があるんですよ。
あの、お通夜の席。こういう通夜の席に泣き上の方がずんばいおれば、大変にお通夜が盛り上がったりするんですよ。旦那を亡くした神さんがですね、お一つ、いかがでございますか。すいませんな。もう下げんご主人と今朝床屋で一緒やった。あん時はピンピン元気やったたいが、夕方そこのドブ板を踏み外してせ、ビンタを打ってきしみやたちにあげないおかしとが、これお通夜の方は大変に盛り上がっちゃうんです。こういう通夜の席で笑い上戸の方よくありませんよ。もう一つ、いかがですか。は、酒な。少しだけいただきます。すいません。大丈夫や、どかい。お宅のご主人と今朝床屋で一緒やったお。あん時はピンピンしちょだったが、夕方ドブ板を踏み合わせてビンタをつけせけしみやったし、なんて間抜けな男やどかいじな。おめでとう。どうもよくありません。いつも私は不思議やねえと思うのは、酔いましたという人に限ってよくろてませんからね。いかがですか、もういっぱい、いや、もうよくろいました。もう出来上がっちゃうんですから。ふんのこですが。ふんのこちも、もうよく乗ってますから。もうよくかです。シラフですよ、こういう方は。逆によく乗ってないって人。大概よく乗ってですね。ねえ、ガガ。ねえ、ちよ。よく乗っちゃうちか。大概よ。なあ、ういがか。べえ、何言うかい、バカだけど、べえ。よくろちゃおらんのや。おい、シラフや、じゃが。ベロベロですが、こういう方は。不思議ですね、あの酒は。大概お酒飲みますとね、気が大きくなりますよ。おらよね、わけのわからん声を出しながら、こうして、ふら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 歩いてる方がですけども、よくればは必ず意識があるんですからね。それが証拠ですが、よくればがあんまり車にはねられて消しになって話は聞かんです。どうかすとですよ。んーや。あの人大丈夫やとか、ほら、ほら、あ、あ、あんねが、ほら、あんねがち。心配した人が車にはねられたんですね。不思議ですよ、あや。わけのわからん歌を歌ってますけども、交番の近くに来たらピタッと歌がやみますね。意識があるんですよ、ちゃんと。交番を過ぎて角を曲がったら2番続きを歌ってる方が多いですよ。愛して。よかきもやらよ、今日はね。ポップバッタバッタとこへ、ツンテガテが増えてたが、いや、よか気持ちやおや、あした、はぁ、ありがてやいね、覚悟を逃がしちゃいちょらよ。だいぶ見ちょらんないよ。もらわないかんが。覚悟日がしちゃいちょった。しちゃいちょったがよ、覚悟日が。
かく電車の線路偉い。格を見も線路もわからんようになってきた。記憶のちょらよ。またしちゃいじょった。狐の襟巻きやらよ。母ちゃんのに欲しがっちょったよね。だいぶ見ちょらんない。もろあんないかんが。しちゃいじょったが。狐の襟巻きがもろばな。またがねえちょった。犬なら犬のように寝らんないかがべ。狐の襟巻きとまごたえよ。よくろちょら。したはいや。はあ、おまんさんもどっかで飲んできやったや。まっこしじゃないよ、おまんさんも。どこで飲んかたやったや。どこやったと。ないか言うわよ、おまんさんも。口やくせ割れたままないか言うや。郵便ポストやらよ。すらがまっこしじゅうかと思ったが、おや。夜書きも嫌だよね。大将、大将だよ。大将、大将ってよ。おいがいつ戦に行ったか。ご機嫌ですが、大将。こっちですが。な、どっちよ。あ、こうか。ないよ。大将、いかがですか。車を一つ差し上げましょうか。な。車を差し上げっとか。お、力が荒いね。差し上げんか、見ちょでようが。こう差し上げるんじゃないんですよ。帰り車です。な、帰り車。あんね、食いまやらやそや。ひっくり返っとか。ひっくり返る、帰るついでに安くしますんで、いかがですか。な、帰るついでにいいか。どき戻っとよ。どこへでも帰るんですよ。うちがねとか。重宝なこと言うじゃないよ。帰り車か。商売ねしやらね。帰り車ですと言うと安心して乗ると思って言うたたんとがよ。えらい。その商売にしがは気に入ったらよ。塗ってもらえますか。乗らん。大将に乗ってもらいますとですね、家族5人が助かるんですが、おいが急所しっちょらえね。親ね、そげなこと言われると言わへんよ。家族が助かっちか。人助けやらよ。わかった。なんのど。ですか。ありがとうございます。ほな、危ないですから気をつけて。ねえが、あんねえが、こういうのは食いまがべや。乗ったぞ。いけんすったよ。どちらに帰りますか。な。どちらに帰りますかち。どっかへ戻りたくて乗ったとじゃねえだど。あっこが乗ってくれってビンタを下げたで乗ったよ。家族5人が助かったが。まだ助かりません。車が動きませんと助かりませんからね。
大将の家はどこですか？おげやねたぞ。そういうことを言わずにですね、どっか行きたいですね。どっかへ行くごあらえねえ。あっこげいど。うちに来てどうするんですか？家族5人が喜ぶ面が見るごあらよ。あっこげでね、所長のが所長。ほんで今夜一緒にね、ど。それをされては困るんですけどもね。とりあえずまっすぐ行きましょうか。とりあえずまっすぐ痛みなんかせ、とりあえずまっすぐ行きますから。うわーい、ちょ、ないごち持ち上がったよ。伊藤路さんか、路さんかべ、急に持ち上がんなべ、びっくりすなよ。車屋見てみらんか。今夜更けでここが明かりがついちょらよ。焦げなうちやに。いきな豊島がおっど。いっといよ、ここをトントントーで叩かんか。夜が遅いんですから、そういうことはやめましょう。ねえがいめ、夜が遅いかべや。よかったやが、トントントンって叩いてみらんか。肝試しやと思ってやってみれじよ。叩かんと、あっこを叩っど。なんか言われても知らんですよ。こんばんは。こんばんは。はい。どなたですか？はいはい。そこのところが空いてますから、どうぞお開けになって。車屋さんじゃ中ですか？どうされたんですか？やぶにすいません。やめましょう、やめましょうって言ったんですけども、こちらの対象がですね、ここを叩けってもんですから、ああ、そうですか？はい。ベロベロになって、まあ、よくレボが。やめましょうって言ったんですよ。こちらの対象が、よかですよ。せ、うちの人ですから。対象のうちですか？ですか？どっから乗せてきたんですか？どこから乗せたと言われてもですね。この、うちの玄関の真前で。まだ車が半分マッチョなんです。すいませんでしたね。もうよくのてきますとね、そういういたずらばっかりして楽しんじゃんですよ。これでもよくのてきましてね、自衛隊を脅かして戦車で戻ってきたんですよ。すいませんね、お手数かけました。おいくらですか？おいくらと言われましても、車が回ってませんですから。いいよかですか？いや、お手数かけたんですからおいくらですか？いや、困りますがね。じゃあ、これほんと少なくてすいません。もうお蕎麦代ぐらいしかないんですが、バタの翌レボどっかで見かけましたらですね、乗せてきてください。はい。すいません。取っといてもらえませんか？いや、よかですよ。取っといてもらえませんか？そうですか。すいませんね。なんか悪いような気がするんですが、はい。ありがとうございます。すいませんでした。ご主人頂戴しましてありがとうございました。お手数かけましたね。そこのところを閉めといてもらえますか？はい。すいませんでした。どうも。ベロベロになって。ないごちうちの前で車に乗っと。ふとが声を出すなバカたねが。びっくりしたよ。あかね、おいと車屋に対する態度がずいぶん違うね。おや、今おもしねえとこ見たがよ。ないね、ないねじゃねえがべや。車屋が全然いらんつったがね。んないこち車に全縫いやっとよ。俺が一生懸命稼いでも足らんがと思っちゃったら、全部車にやっちゃったね。いや、車やと怪しい。ベロベロになっても、徳が死んじゃってほら、はよ寝なんだ。そこのとこ伝わってほら、寝なんだち。な？寝らんなち。寝らんな？おや、寝ない。寝らんなち。寝らんなとか寝ましょうよというのはね、一緒になって三月が限定だ、三月が。それもよ、真っ赤に燃えるようなひじり面の長襦袢を胸高にキュッと締めて、左 42.5 度に傾いて、
もう寝ましょうよって言われりゃ寝ようかなと思うよ。第一ね、そん面は人を寝かせる面じゃねえ。寝ている人がキャーって飛び起きる面やぞ。おやね、俺も何も寝たぞ。寝ないでナイスと。寝ないでナイスとよ、自分。言って焦げなことすぐ洗いよ。焦げなこと？ないな、こや。ないな、こや、自分。よくろて戻って帰ってこやりゃ、酒よ、酒。おや、焦げんしせ、醤油の飲んだ子が寝たどうや。酒やど、酒も酒、酒ちも、出来上がっちょらお。飲んがならんが、飲んがなったいが。昨日や今日のよくれぼたわけが違ったど。先祖代々のよくれぼやらよ。おい、くっかいのんがならんときには鼻の穴からでもかいちち。ぐずぐずやに早持ってこんか。飲ませません。飲ませません。ねえごちそげなこと言うかね。この際も正直にはっきり言うちょどうや。いつの頃からか知らんけどね、このうちでやたらと肩で風を切って歩いちょらよ。へぇ、このうちで一番偉いのはおいやったどい。市役所に行って聞いてみらんか。おや、このうちの課長やど、課長。ね、一緒になったこらよかったよ。よくろて戻ってくりゃ、あら、ご機嫌やなお。最近な、そういうこと言うたらこっから寝やいに。ベロベロになって戻ってくりゃ、また飲んできたがち。またで酒が飲んがないかべや。または何を飲むか自分が一番知っとっとがよ。ねえ。飲ませませんって言うたらいいやせんたど。よくろちょってね、戻った時にあらご機嫌やらおち。表の酒は表の酒。うちの酒はうちの酒やらお。あたいがごおばあちゃんのお酌で美味しくなかでしょうが。一杯召し上がったらどうなーち。こげん湯が何度かいね。こう言われたらね、男はもう、いや、もうよかが、もうよかったとびゃ。もう出来上がっちょじよかがやね。ねえ、どうやね、ねえ、ど。焦げになったど。それ、あっこがごんに、飲ませませんよーち。そげなこと言われりゃ、朝まで飲んどうや。あ、そうな。あ、そういや、飲んがならんとな。はいはい。ほんならな、ご機嫌やらおな。表の酒は表の酒やらお。うちの酒はうちの酒やど。あたいがごおばあちゃんのお酌じゃ美味しくないでしょうが。一杯召し上がったらいけやんな。そいもよかいね。インチキやろう。ねえ、インチキやろかい。支度が敷いてあったりゃ持ってこんかよ。もう、よかどもね、考えよかったと冷やでよかでよ。これ以上ね、お上にはお手数をかけさせない。湯飲みじゃんでよかど、こめんけたやしんでね。仕上げやったって仕上げ。この仕上げをせんと今までの酒が無駄になっじゃねえかよ。ねえ。いのみじゃんでふっとか、なん、コメンケほでよかがちや。もうな、コメンケとでよかが。ケツを持ち上げてみらんか。あっこがケツじゃねえが。一生日のケツを持ち上げとよ。我がケツ持ち上げせ酒が入っとかい。なえ、考えちょったろうか。一緒瓶のケツをせし、そうそう、そして持ち上げせな、よーよー女子らいねー全日本酒継ぎ大会があったら、
優勝間違いなしやと。急がんていうかどうか、ね、こぼしたらもったいねじやが、そげん広いうちじゃねえたと。くしゃみはすんな。こぼるでね、こっち持って、ここに置いてくんか、ここ。しばらくぶりのご対面やないね。よか酒やないね。酒の二級酒がよけたよ。威張っちゃったよ。おげんた。笑わないごか。どかんか。どきいち。あいた真ん中を、はい、威勢がよかよ。ピュッ、ツッ、スー、ストーンと意にしちゃえせ。意がよろしくて言うちょったぞ。きっと焦げなことすごいなってきた。焦げなことないな、こやないな、こやちびゃなんかつまみがあっどがよ。鼻でもつままんな。鼻をつまんでいけんすっとよ。なんかつまむなあっどが。土瓶の蓋をつまんなもんな。土瓶の蓋をつまんでいけんすいかよ。蓋をつまんで、日本酒を飲んで、こうして蓋をつまんで、酒を飲んで、知らん人が見たいびっくりするドベア。なんか、あとがないもなかと。無人島でもなんかあと。なんかあとがよ。こっちもうるさいがね、この人は。もう少し早く戻ってきた、さっきまでそこら辺に甘めがおったけど。甘めを出していけんすいかよ。なんか、ああ、じゃった。俺が今朝ね、食べ残しの納豆が36粒半あったよ。早いけんしたとよ。保った。な、保ったが。保った。ふっとか口やらよ。おなごやど。口の聞き方で気量よくミスっとがおなごやったど。早いけんしたとよって聞いたときにはね、いただきました。こげんようがなんどかいね。いただきました。顔が動かんどが。ね、せやっこがごたまったおや、今あっこに飲み込まれると心配したがおや。せや、どうなごは、ほんと、あ、ほんならな、いただきました。そういう言葉に対して許すと。かまぼこがあったいね、いただきました。突き上げいただきました。つぼつけいただきました。よくいただかえね。よかえね、うちにおれる人は、しょっちゅういただいちょらよ。そうしたら無駄に太ってきて、あったかまんじゅうみたいになっちゃうが、調子に乗って隣の亭主をいただくな。ほんならね、いただきました。まだほんならねしか言うてらんないよ。ないか、あっどがよ、ないもなかと。ならね、おしんこ。つけたばかりで名前やど。生で食で持ってこんか。生で食っていけんすと。後から塩を舐めて、ぬかを突っ込んで、頭の上かいに石を乗っけてしゃがんど。明日にはつかんど。もう言い出すときかんがなんのこち。角にお電話が出ておでおでおこでこよか。えらいね。
ここでおでんに気がつくところが偉い。久しぶりにおでんがよかいね。よし、こらこら、鍋を持って駆け出す格好をしてやしんたと。おでんの中でも好きなもの嫌いなのがあった。どっちはなんと、なんと何にしましょうかと。殿様に伺いを立てないかんが。あ、そうな。なんとなんと何にすっと。おやね、焼き。ないな、焼きて。ないな、焼き。俺の手元に何年餌を与えて買ってあるの。亭主が焼きと言ったらね、焼き豆腐やど。おでん屋の前で焼き豆腐を食いやいち。こげな投げ事言うちょってみなんか、わひから木の実家とが、焼きを食いち。焼き豆腐を持っていかれて。それが最後の焼き豆腐やったら。悔しくてな、どうや。言葉をピッピってつむっとよ。あ、そうな。じゃあ、あとは。あとは、ペン。半ペンな。よー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 。ピッピッってわからんね、センターどう、あとはね、ガン。ピストルな。おでん屋にピストルが入ってるからや。ガンはガンもどきよ。ね。あ、そう。お前もね、むついで、そんなものこっこんか。あ、ほんとな。ほんならな、あたしは、じ。ないか、そんじっていうな。筋。筋は筋でよかったやが。言葉が二つしかねと爪制限すっとよ。まっこちまービンタが弱くて胃が丈夫やがあかん。早いたっけ。ドキッとよ、ドキ。表やどうでんやわないごいよ。はら兄弟の前に座ったか、こんわら。おしろいよ、パタ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 。おでん屋に行くだけやらよ。焦げな夜更けに剣を生きていけんすっとよ。無駄な抵抗はよせ。武器を捨てて出てこい。あこがね、化粧すっとおかしやよ。消したての黒板みたいになっと。ビンタをこげんせんてよかったで、ビンタはいらん。のぶスポンと切らんか。ビンタはいらん。手と足が丈夫でおがよし、聞いとけよかったと。焦げないおか男を亭主に持ってね。愛がてこっちゃったもんね、せんたぞ。わかっちょいか。まごまごしちょっとね、おんだいどうや。おなごはね、後からドロドロ番号札を持ってならんじょったぞ。残っちゃったぞ、つっかいちょっとびしとかい。愛がてこっちゃったもんね、せんたぞ。わかったか。入ったっけ。バカ誰が入ったこんか。おかめおたふくバカはいがてこじゃいたがよよか神さんやないねやねよかうかたやど毎晩飲んだくれのよう見てくるんじゃ。隣のうかたこげなことはせんど。友達が言うたがこの部屋。あこにはもったいにゃいよつうがよ。おもじゃらえねと思っちゃったんど。いやまたそげなこと言うがないかべや。いたこんかバカたれが入るかやし。おなごは使えちゃったんど。使えておらんど。これが最後やがねえと思って。急げなこと言うが並んでやが。バカタレがおたふくをかめえっつってもね、腹の中じゃ悪かったし。毎晩飲んで帰ってきて、こいな飲んだくれのよう見てくれやよ。ありがてこっちゃし。おかめえっつっても腹の中じゃねえ。手を合わせてどこげんしてねえ。母ちゃんごめんねえ。親に、
母ちゃんがおらごになりゃいけんすかって思っちゃいがい。母ちゃんなまるで生きた弁天様のことあらんやち。いつも腹の中でくして手合わせし、母ちゃんがおらなおやし、のこちゃんと、まだいかんとか立って笑って聞いちょったがんーなやっせん明日からやりづらくなった。どうもありがとうございました。そんなわけでございましてね、入れ替わり立ち替わりでございますけども、金貨でございまして、まあよくいろんなことを考えるんですけども、暇でございますからね、世の中にないものは一体どういうのであろうかと考えることがあるんです。例えばあの中国人のサーファーとかね会ってみたいねと思う時あるんですけど、まあいいですね、あの娯楽部門で落語というのは今低迷しておりますから、あまりいいところ行ってないですね、下の方うろちょろしてますんで、歌にはかなわないです、コンサートには。昨日も寝る前にあの海援隊のテープを聴いてたんですけども、古いね、言うことがどうでもいいけど武田鉄矢さん好きなんですよ、まあ、時々あの説教じみたことを言うんでね、嫌な時があるんですけども、歌謡界の三遊亭円楽みたいなところがありますから、ね、いいですね、あの歌の前にセリフが入るんです。他人同士の信頼関係が冷たくなってまいりました昨今ではございますが、信じられる部分を歌の中で見つけてもらったらいいなと思っております。それではお聴きください、 Song for you。 入っていける、落語こんなこと言ったって聞きはしないですよ他人同士の信頼関係が冷たくなってまいりました昨今ではございますが、信じられる部分を落語の中で見つけてもらったらいいなと思っております。それではお聞きください、ジュゲームって誰だそんなもんでございまして、いろんなとこ行ってお話をするんですけどもね、まあ育ったところが鹿児島でございます、田舎でございましてね、鹿児島県肝付郡大根締町上川海倉下ってとこなんです不倫だもん、田舎で何にもないんですよ、いまだに化粧品が椿油と桃の花しかないいや、おふくろとおばあちゃんがいましてね、おばあちゃんが84歳、野間乙光って言うんですけどもね、長生きでございましてね、死ぬの忘れたんじゃないかと思うぐらい小さい頃うちが貧しかったんでね、ヤクルトのアルバイトやってたんですよ。ちょうど初期の頃はね、瓶の頃があった、ヤクルトが。あの頃ですね、テレビでもって小柳ルミ子はヤクルトの宣伝をパーッとするんです。乙光は田舎者がじーっとそれ見ておりましてね、ヤクルトってのはすげえんだって頭になるんです。どんな病気にでも効くんだ病気になるとヤクルト飲ましたがっておばあちゃん、お腹痛いよ、ヤクルト飲みな頭、ヤクルト、ヤクルト、なんだってヤクルトなんです。一回目が痛かったの、おばあちゃん、目が痛いよっつったら、ヤクルト刺しなって刺したよ。その日は何でもないけど、翌朝目がピタッとくっついちゃって開かねえんだおばあちゃん、目が開かないよっつったら、やっぱり目の時はジョアの方が良かったからそったらババアでございましてね、本当にまあ朝早くゲートボール出かけに行きやがるの、面白いから来いって言うんですよ。見に行ったんですよ、腰がこんなになって、乙光は老婆でございましてね、集まってるみんな老婆なんですよ、腰がこんなのばっかりなんですよ、あんなのゲートボールやらないでラグビーのスクラムやった方がいいよなババアでございましてね、去年の10月に既得の電報が来たんですよ、締めたなと思ってね、喜んで鹿児島に帰った。金谷の町の篠原病院の202号室、喜びのあまりにドアパーンって開けたら、私の顔見てまだ生きてるよっていうまでございましてね、それから1週間後に既得状態になったんですね、やっと。もうダメだって親戚が周り取り巻いてるんです。かかりつけの先生が来ましてね、おばあちゃんの手を、優しそうな先生なんです、これが。おばあちゃんの乙光の手を握って言うんです、おばあちゃん、かわいそうだけどね、あと3時間ぐらいしか持たないよ、おばあちゃん、おばあちゃん、今のうちですよ、誰か会っておきたい人がいたら今のうちですよっつったら、乙光が苦しそうな声で、先生、他の先生に会わせてくださいこれが最後の言葉だよ。2年前に上京して杉並区役所に連れてけってのね、区役所に連れてったら、いきなり後ろの方でもってでけえ声で、あーあーあっ、周りのお客さんが乙光をスーッと見るんです。最初は知らない顔してたんです、おいらは他人だって顔したんですけど、やまねんだこのクソったれおばあが。近くまで行って、おばあちゃんどうしたのって言ったら、いいんだ、箱のところ頭突っ込んで、ああ面白いからしばらくこうやって見てたんです。待って、やまない、なんでだろうな、何気なく箱を見たら、あなたの声をお聞かせくださいって言われてございましてね、まあ
田舎でございますよ。一応県立に入ったんですね。大隅高等学校という一応県立定員割れという素晴らしい制度で入学いたしましてこれの集まりでございまして、クラス行ったらいたんですよ。隣の席にね、身長が160ぐらい、肩幅ガッて張って、髪の毛がチリチリなんです。黒縁の眼鏡パッてかけてね、度が入ってる牛乳瓶の底みたいなの。わあ、薄気味悪いなと思ったけど、初めて会いますから挨拶しなくちゃいけないと。ノマです、ノマです、つったら田畑田畑焼酎臭いんですこれ焼酎臭かよ。今朝冷えるけんおふくろが出かけに一杯引っ掛けていけいいよった。16歳ですよ。わあと思った。田畑が言うんです。飲ま、俺女がおるような顔しとるかと。初めて交わす会話じゃないよこんなの怖いから、いやおるんじゃなかかねえって言ったら、いやそうかねそうかねってやたら照れるんです。よく見たら女がいるような顔してねえんだこれ。音によったら孫でもいるんじゃねえかと。私も聞かなくてもいいのに。田畑、趣味は何？趣味焚き火焚き火出してね、心が落ち着く、心がヨハネ・パウロスみたいな料理変わった野郎でございましてね、本当に。まあ焼酎も好きだけどもタバコも好きなんですよ。数学の松田先生と悪い喧嘩ばっかりしてるんです。怒るんです先生が。田畑、タバコ吸っとろうがったら、吸っちゃいませんってニコッと笑うとヤニだらけなんです。一回なんか校内放送で呼ばれてましてね、田畑、タバコが終わったらすぐ職員室へ行きなさい。高校でございましたけども、1学期の中間の数学のテスト、私数学のテストってのは嫌いなんですね。理由は簡単で、答えが1個しかないっていうのが嫌なんですよ。これっちゃダメだっていうのが嫌なんです。性格的にいろんな答えがあっていいじゃないですか。性格的にこれっちゃダメっていうのが嫌なんですね。ですから高校1年の数学のテスト全部感想文で出したことがある。難しいですよ数学の感想文ってのは。X イコールとあると、 X は数学という分野の中で一体どういうことを求めたのであろうか。それはたった一つの答えだけではないだろう。 X とは実に不思議なものであるって書いたら、先生が赤ペンでパンパン。 X の不思議よりも自分の不思議を考えろ。そったら先生でございまして、松田先生63歳なんで、古いんだいうことがもう年寄りですからね、ルート3って言えねえんですよ。平方根3ピタゴラスの定理が出てくると、ピタヤンの定理を、おめえの友達みたいに思ってんだね。授業も変わっておりましてね、スーッと入ってきて、頭ピョコタンと下げて、この頭を前に上げないで後ろの黒板にスーッと持ってくるんです。いきなり昨日の復習からバー10分間始まるんです。一回も前を向かない、シーンとしてるんです。田畑と相談しましてね、男子22人集めちゃって、学生服を外して頭の上で学生服をかけたんですね。静かに待機したんです。松田先生そんなの何にも知らないから、はい、それではこの問題、首じゃない首が保健室に担いだことがありましたけど、田畑がね、自分の勉強部屋作ったって農家なんですよ。馬小屋の2階に生活してるんです。遊びに来いと夜ね、懐中電灯飛ばしていくんです。田畑田畑っつったら、田畑が上から懐中電灯をパカッと飛ばして、ノマ気をつけろ、何段目かの階段が1個腐ってる。腐ってるね、夜中にしょんべんするからそこだけ腐ってる。武将の野郎で部屋行ったら暗いんですよ、薄暗くて。焼酎2人で飲んだんですね。田畑が酔っ払ってんだ、白波を6、4で割って早くも酔っ払って、ノマお前物目つから2人で飲んでたんです。ガガ群がってきた、裸電球の明かり目がけて、横に輪ゴムが置いてあったんです。これでもってガを射るんです。ピッ当たるまでやってる。田畑はいいですよ、夢中になってやってますから、そばでいて私は見てましてね、不気味でね、裸電球の明かりと黒縁の眼鏡がピカッと光るんですよ。凄まじいやつだなっつったら、ノマなんか馬小屋の2階で生活してるとキリストになったような気がする。キリストになったような気がする。キリストが焼酎を6、4で割って飲むかって、2人で1本半開けましてね、次の日二日酔いなんですよ。日曜日の朝、わーっと思って10時ぐらい目が覚めたら、田畑がいるからあっち行けって言ったら、いきなり田畑が、飲まいかん、顔の皮が、顔の皮がって言うんです。どうしたの、なんだろう、何気なく見たら顔の皮がプル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 落ちるんです。どうしたんだろうな、よく考えたら何のことはない、夜中にゲル戻したからそれが朝日で乾いた。ばかりでございましたけども、ね、それから女を釣りに行ったんですよ。金やって町までね、目の前可愛い女の子が通ったから、田畑行ってこいって言ったら、任しとけ任しとけ、ピューピューピュー、野郎口笛が吹けねえんだね。あれ茶飲みに行かんかね、茶飲みに行かんかね、花売り娘じゃねえんだから、花いらんかねと変わらねえんだ、茶飲みに行かんかね。九州の女は気が強いですから、田畑の顔をカーッと睨みつけて、いかん
たわけか、たわけかって、てめえがたわけだって。一人、水竹ってやつがいましてね、これがタバコが好きで、昼休みになるとね、私を呼ぶんです。でもってね、見張り番立てるんです。お手洗いでタバコ吸うわけです。こうやって、うわ、後ろで白い煙がモコモコって上がってるんです。うわ、見つかったら共犯だなと思って、何気なくこっちを見たら、向こうから足をさすりながら来るんです。いたか、あー、いたか、寒か日はてきめったい。よく見たら、田畑なんですよ。どうした、田畑したら、いか、俺、リウマチタイ来るんです。ここで初めて分かった彼の趣味が焚き火だっていうのが、あったかくなりたいんですね彼はね。大丈夫か、うわ話が夢中になって見張り番忘れちゃったんです。何気なくこっちをパッと見たら3メートル手前に体育の後藤先生が立ってる。うわと思って、いかん、ミスタケ、体育の後藤先生が来た、すぐタバコをやめろ、シューッと逃げちゃった。体育の後藤先生お手洗いの中に置いて、ミスタケ出てこい、ドアスーッと開けて、タバコ吸っとろうが、吸っちゃいません、煙が出とろうが、うんこの煙です。これ同士の会話でございましてね。本当か、本当です、流してませんから見てくださいって。よほど頭に来たんだね、先生がドアパーッと開けたら、なんだこれは、うんこです、うんこは分かっている、36年間見ているんだから。これ同士の会話でございました。なんだこれは、よく見たらうんこの上にタバコが刺さってる、こうやって。なんだこれは、そら、はい、ハイライト、ハイライトじゃない、どういうことなんだ、はい、昨夜タバコを食べたんです。勢いってのは怖いね、定額にならなかったからね。こういうやつの集まりだから、卒業生の3分の1を自衛隊に持っていかれたという、県立南大隅高等学校です。様で本当にありがとうございます。お酒の話でございまして、酒はね、程よく飲みましょう皆さん、酒癖の良くないというのは良くないんです。私もいろんな方々とお付き合いありますけども、一番強いのはもうお相撲さんです。まあ、うちの師匠ね、山の穴の演歌も強かったですよ。うちの師匠はですね、新山口の駅から、小田原までの間でボトル30本開けましたから、ミニボトルでしたけどもね。窓に全部並んだんですよ、30本。笑ってますけどもね、30杯ですよ、ね、それでも強かったですよ。二日酔いが一回もないっていうんですから。もう去年なんか87になって毎晩6時間飲んでましたよ、うちの師匠は。虫歯なんか一本もないんですよ、全部入れ歯です。一回なんか歌いながら飲んでました。あなたがいれば、私が差し歯。年に2回は定期検査でした。1回夏場付き添いで行ったんです。看護師さんが、尿検査お願いします。師匠、尿検査だそうです。暑かったもんですから、お茶の入ったペットボトルを持っとったんですよ。お茶ちょっとよこせ、紙コップにお茶をなみなみと入れて持ってけ。看護婦に何か言われても知りませんよ。勢いがあったみたいです。なみなみと入れて、うわ、そんな目いっぱいはいらないんです。3分の1ぐらいで、あ、そうですか。そういった一問です。私が入門して3年ちょっとで、和子夫人は天国に単身赴任でした。未だに覚えてる出棺の時、師匠、最後のお別れをったら、和子、二度と神さんはもらわねえ、おめえが最後の女だ、嘘ばっかりじゃないですか。ものの2年もしないうちに新しい神さんもらいましたよ。弟子たちは全員集まれ、師匠の部屋に行ったら当人は照れまくって畳にのの字書いてました。実はな、新しい神さんもらおうと思う、おめえらどう思う、どう思うって当人決めちゃったんですから、逆らえませんよ。おめでとうございます、許してくれっか、
和子がな気になるんでしょう。仏壇のところに行ってろうそくに火灯して線香を立てて、和子二度と神さんもらわねえっつったが、おめえよりいい女が出てきちゃったから神さんにしていいか和子。言ってる最中に一番下の弟子が襖を開けてお茶を持ってきたんです。襖が開いたら部屋の中に風がスッと入ったら、ろうそくの炎がピッピッ、ありがとう和子。みんな見てたな、今和子がいいいいっつったな。実にいい加減な決め方をしたでしょう。普通皆さんいいいいってのはね、こっちですよ。これはダメダメなんです。で、子供のいないね、ご夫婦だったんでね、当人が子供みたいなところはありましたよ。で、私は入門した時はね、7番目の弟子だったんですけども、今は4番目の弟子になってるんです。師匠より先に弟子の方が3人亡くなってるんです。まあ、歌を師匠って方はね、お酒で亡くなりはしませんでした。その後のね、あの、小勝師匠、仙台小勝師匠は日本酒のね、飲みすぎで亡くなりました。四十九日の時、一門がみんな集まったんです。小勝師匠のおかみさんが、お父ちゃんが亡くなったのお酒のせいなんです、あんなにお酒さえ飲まなきゃもっともっと長生きできるお酒のせいなんです、さあ皆さん飲んでくださいって、飲めねえよみんな飲まずに帰りましたよ。飲めるかあそこまで言われつつ、お酒は程よく飲みましょう皆さん。あれやってね、歌かなんか歌っちゃおう、一でなしか二でなし三でなし四でもなければ五でもない六七八九十十一十二十、誰か止めてくれこの歌、止まんなくなっちゃった。あれやってね、格帯が落ちてた、もらっちゃえもらっちゃえ、落ちてましたよ、こんなところに格格、電車の線路だ、格帯も線路も分かんなくなってきちゃった。また怒ってた、狐の襟巻き、かかあ欲しがってたんだよな、もらっちゃえもらっちゃえ、落ちてましたよ、こんなとこ犬が寝てやがった、犬らしく寝ろよ、狐の襟巻きみたいな頭どっかでお飲みになったんですね、赤い顔してますよあんた、笑ってやんのよ、どこで飲んだんですかあんた、郵便ポストだあ、お月さんご苦労だ、毎晩毎晩夜勤勤め、風邪ひかないようにご苦労さんですありがてえありがてえ、ついてこなくて結構です、一人で帰ります、毎晩のことですからね、ありがとうありがとう。大将あ、大将誰だ、大将大将っていつ俺が戦に行った、俺は大将じゃねえぞ、衛星二等兵だ。随分とご機嫌でござすな、バカなご機嫌、なんだおめえは、車差し上げましょうか、差し上げろ、俺は見てるよ、帰り車でござんす、ひっくりけんのか、帰るついでに安くしますんで一つ乗ってこないな、どこへ行けんだ、どこへだって帰るんですよ、うちがねえのかおめえは、重宝なこと言ってやんね、だけどもえれえやな、そうやって帰り車でござんすと言うとよ、
客の方は安心して乗ると思って行ってやんだな。偉い。俺はおめえのその商売熱心が今気に入ったぞ。売ってもらえますか。嫌だ。そういうことおっしゃらずにね。大将に乗ってもらいますと家族6人助かるんですよ。何よ、家族6人助かっちゃうのか。人助けか、おい。俺はそういうことを言われると弱いよ。うん、じゃあね、乗ってやら。ありがとうございます。危のうございますんでね、お気をつけになって。何を言ってんだ、こんな車危ねえも何もねえ。あい、乗ったぞ。どうする。へい、どちらへ参りますか。何を、どちらへ参りますか。俺がどっか行きてから乗ってやったんじゃねえ。おめえが乗ってくれって頭下げるから俺は乗ってやった。家族6人助かったか。まだ助かりませんよ。車が動きませんと助かりませんからね。大将んちはどちらですか。俺んちか。俺んちはカムチャッカだ。そういうことをおっしゃらずにね、大将。どっか行きたいですね。どっか行きてえな。あ、そう、おめんち行こう。うち来てどうするんですか。家族6人喜ぶ顔が見てえや。今夜お前と一緒に寝よう。そういうことしてもらっちゃ困るんですよ。いや、とりあえずまっすぐ行きましょうか。おう。いや、とりあえずよ、江戸っ子だからまっすぐ行け。まっすぐ。あ、そうですか。じゃあとりあえずまっすぐ。あそこのところ塀あります。塀頭で壊せ。ダメですよ、壊しちゃ。あれ曲がりますんで。曲がるの綺麗だ。俺はまっすぐ行こう。まっすぐ。おうおうおう。いきなり持ち上げる。下ろせ、下ろせよ。車や。見てみろよ、ここんち。明かりがついてやんのよ。こういう家だよ。粋な豊島かなんぞが嫌がんだよ。おめっちゅうとここんちをよ、威勢よくトン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 って立ち入れて見つくれ。大将、もう夜遅いんですから、そういう悪い遊びはよしましょう。いいんだよ、肝試しだと思ってやってみろよ。車や。なんか言われても知りませんよ、本当に。こんばんは。こんばんは。はい。どちらさんですか。そこのところ空いてますからどうぞお分けになって。車屋さんにありませんの。どうしたんですか。夜分に愛しません。よしましょうよしましょうっつったんですけど、こちらの大将が叩け叩けってもんですから。まあどちらの大将がですか。ねえ、酔っ払って。いや、もう帰りま、いや、いいんですの。それ、うちの人。お宅の大将なんですか。どっから乗っけてきたんですか。どっからって、お宅のうちの真ん前で乗っけちゃったんです。まだ車半分回ってねえんですから。まあ、すいませんね。酔っ払うとそんなことばっかりやって楽しんでんですよ。これでも酔っ払いましてね、米軍を脅かしてオスプレイで帰ってきたんですよ。おいくらなんですか。いや、おいくらったって車待ってませんから。え、結構です。お手数かけたんでしょね。おいくらなんですか。いや、困りますわ。じゃあこれ本当少なくて申し訳ございません。お蕎麦代ぐらいしかないんですよ。また酔っ払いどっかで見かけた時には乗っけてきてもらえませんか。取っといてもらえませんね。お願いですから取っといて。なんか悪いような気がして。そうですか。じゃあ頂戴しますんで。どうもありがとうございます。すいませんでしたね。多少どうもいただきまして。そこのところ閉めといてもらえますか。はい、どうも。フラ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 しちまって、なんでうちの前で車が乗るの。大きな声を出すな。おめえはなんだな。俺と車屋に対する態度が違いすぎるんじゃねえか。俺は今面白くねえとこを見ちゃったぞ。なんだい。なんだいじゃねえ。
車や銭いらねえいらねえってのに、なんで車に電源をやったりすんだよ。俺が稼いでみたって足らねえ足らねえと思ってた。おめえ全部あの車にやってやがったな。車屋と怪しい。何を言ってんだろ、もうベロベロになっちまって、ほらそこんところ危ないから伝ってほら床敷きあんだからおねてんだよ。ん、何をおねてんの、おおね俺はおねない、おねだってやがんのよ。おねとか寝ましょうよってのはね、一緒になってみつきだ、言語だよ、みつきだ。それも真っ赤に燃えるようなひじり面の長襦袢を胸高にキュッと締めて、左 42.5 度に傾きながら、あなたもう寝ましょうよってやれりゃ寝ようかなと思うよ。大腸前のその顔は人を寝かせる顔じゃない。どちらかといったら寝ている人がキャーって飛び起きて駆け出す顔だよ。そら俺も何も寝てんだよ。寝ないでどうすんだよ。寝ないでちょちょくいくったくいくった、何これ、何これ、酔っ払ってこりゃ酒じゃねえか。俺はこうやって醤油なんぞ飲めやしねえよ。俺酒だよ、酒だよって出来上がってるくせにさ、飲めない、飲めない。昨日や今日の酔っ払えたわけが違う。うちは先祖代々の酔っ払い。俺は口から飲めねえときには鼻の穴からだってのに、ぐずぐずやずに早く持ってこい、飲ませません、飲ませません。そういうこと言うもんじゃないよ。一緒になった花の子らよかったね。酔っ払って帰るとよ、ニコッと笑ってご機嫌さん。近頃そういうこと言わねえね。酔って帰るとまた飲んできたか、またで酒が飲めるかよ、また何を飲むのか一番知ってやがるくせに。俺は今日という今日はね、酒の勢いを借りて言うぞ。いつの頃からか知んねえけど、やたらとここんちで肩で風切って歩いてけどよ、一番偉いのは俺だよ。俺は課長だ。嘘だと思ったら区役所行って聞いてみろ。俺は夫だぞ。下にどっこいつけろ。おっとどっこいの、何を言わせんの。亭主が酔って帰ってきた時にはこう言ってごらん、ご機嫌さん、表の酒は表の酒、うちの酒はうちの酒、あたしみたいなおばあちゃんのお酌じゃおいしくないでしょうけど、あんた一杯ぐらい召し上がってからお休みになってたらどう、こういう具合に言えない、こういう具合に、こう言われると男は弱いよ。いやもう出来上がってるよ、寝るよってこうなるよ。それおめえみてえに頭ごなしに飲ませません、そういうことを言われると俺は朝まで飲むぞ。あそうかい、そういや飲めないの、一応支度はしてやんだからね。はい、ご機嫌さん、表の酒は表の酒、うちの酒はうちの酒、私みたいなおばあちゃんのお酌じゃおいしくないでしょうけど、一杯ぐらい召し上がってからお休みになったらどう。それもいいね。何を言ってんだよ。一、仕上げなの、仕上げ、この仕上げをしないとね、今まで飲んできた酒が全部無駄になっちゃう。俺は今日はね、この仕上げをしたいがためにわざと一杯分少なめにして帰ってきた。仕上げなの、仕上げ、仕上げいいよ、仕上げ、これ以上お上にお手数はかけさせます。 あのね仕上げだからね、湯飲みで行こう、湯飲み、いや隣のでけえ方の湯飲み。
ケツ持ち上げんのけ。お前のケツじゃない。一升瓶のケツ持ち上げんの。てめえのケツ持ち上げて酒減るわけ。一升瓶のケツ持ち上げてそう。うまい。どんぴしゃり。全日本酒継ぎ大会があったら優勝するよ。急がなくていいぞ。こぼすともったいねえからゆっくりでゆっくり。そんなでけえうちじゃねえんだから、途中くしゃみだけはするな。くしゃみされると俺は畳ごと酒飲まなきゃいけねえ。ここんとこへ、ここんところへ持ってきて、しばらくぶりのご対面、そちも堅固で何よりじゃ。友達が言ってたよ、この酒の飲み方で男の稼ぎがわかるって。稼ぎのいいやつはね、腰骨ピーッと立てててめえの方へ酒を手繰り寄せるにして飲む。稼ぎの少ねえやつに限っててめえの方から酒の方に向かって、いい酒だね。さっき飲んでた酒がね、右と左にピタッと避けたよ。どうぞどうぞって言う。開いた真ん中のところ威勢がいいね。おう、すまねえ。ピュッ、スーストーンと胃に起こってよ。胃がおめえによろしくつってたよ。俺はちょいちょいよ、かくてしてみて、かくて、なにこれ、つまみ出してもらおうかな、お前さんを。俺をつまみ出してどうし、なんかつまんもんねえの、何にもないの、早く飲んで寝ちゃいな。無人島ですらなんかあるよ、なんかあんだろ、何にもないの。あ、もうちょっと早く帰ってきたら、アブラムシがいたんだけど。アブラムシ、名の出すやつがある、なんかあんだろうよ。土瓶の蓋つまめば。土瓶の蓋、あのね、酒飲んじゃ土瓶の蓋つまめ、また酒飲んじゃドビンの、何が面白いんだよ。なんかつまんもんが何にもないの、ないの。あ、あった、冷や飯があるけど、つまみにどう。酒のつまみに冷や飯、何を考えてんだよ。なんか あ、俺が今朝食べ残していた納豆の残り36粒半あった。あら、どうした、食べちゃった。何よ、食べちゃった、食べちゃった。大きな口だね、お前の口は。女だよ、戸籍上は。女というものは口の利き方でもって器量よく見せんだよ。あら、どうしたと聞いた時にはね、こう言ってごらん。いただきました。顔が動かねえだろう。いただきました。部屋の中に秋の気配が漂う。それを目見てに顔中口だらけ、食べちゃった。俺は今おめえに飲み込まれやしねえかと思ってハラハラしちゃったよ。俺、あ、そう、じゃあいただきました。それでいいんだよ。らっきょうがあったろ、いただきました。焼き海苔、いただきました。泊まりの亭主、いただきました。穏やかじゃないよ、何でもかんでもいただくんじゃないの。
そしたら無駄に太ってきてあったかまんじゅうみてえになっちゃって、俺にも何かいただかせろよ。いや、おしんこつけたばかりで生生で食うから持ってこい。生で食ってどうすんだい。後から塩なめてぬかなめて台所の隅っこ行って頭の上に石のっけてしゃがむよ。明日の朝にはつから。言い出してと聞きゃしないんだから。いやほら、表の角のところにおでん屋さん出たからおでん買ってこようか。えらい、おでん泣かすな、うまこやせっつって。ここでおでんに気がつく、お前はえらい。お鍋持って駆け出すような格好すんじゃないの。おでんの中でもね、好きなもの嫌いなものがある。今日は何と何と何にいたしましょうかと一応殿様に伺いを立てろ。いつから殿様になっちまったんだろうね。で、何と何と何にすんだ。おら、焼き。なんだその焼き。なんだい焼き。焼きといや焼き豆腐だよ。言葉をピッピッと詰めんの。あ、そう。じゃあとは。あとはペン。はんぺんかい。そう、すぐにピッピってわかんない。ピッピってわかるのフランス語であうんの呼吸という。わからないのはあわんの呼吸。あ、おめえもなんか好きなの買ってきな。いいの。じゃあ字。なんだよその字って。な、筋。筋は筋でいいんだよ。言葉が二つしかねえものを詰めてどうしよう。まったく、まあ頭が弱くて胃が丈夫なんだからおめえは。早く行ってこい、早く。どこへ行くの。おでん屋表であっちだろ。あら兄弟の前に座って、おしろいよ、パタパタパタ。おでん屋に行くだけだよ。こんな夜更けに化粧なんかしてどうしようって。無駄な抵抗はよせ。武器を捨てて出てこい。お前が化粧するとおかしいよ。消したての黒板みたいになっちゃう。髪なんかこんなことしなくていい。もう髪スポンと切っちゃう。手と足が丈夫で俺の言うことちゃんと聞いてれ。まごまごすと恩出すぞ。女おめえ一人じゃねえんだ。俺の帰りを待ってる女が今番号札を握りしめて1348番までずらーっと並んで、早く行ってこい。おたふくおかめー。行っちゃった、行っちゃった、行っちゃう、こっちのもんだ。いい神さんだよな。こんな寒空の中おでん買いに行ってくれやんだもんよ。隣の神さんはね、こういうことはしてくんねえよ。友達が言ってた、おめえにはもったいねえってやん。俺もそうだなと思うよ。口でおたふくおかめーっつってもよ、俺腹の中じゃいつもケアしてるよ。おかみさん、毎晩毎晩酔っ払って帰ってきてすいません。こんな飲んだくれのよういつも見てくれて、あなたはまるで生きた弁天様のようでござい。ほら、腹ん中じゃいつもこうやってケアしてよ。おかみさん、ほらね、まだ行かなかったのか、おい。立って笑って聞いてやがった。明日からやりづらくなってきちゃった。温かい拍手を本当にありがとうございます。
三遊亭歌之助です。まあ、名前言うことないんですけども言っとかないと少年隊のかっちゃんと間違えないといけないたまにお客様に言われます。いつまで喋ってるんだ、早く歌えっつってですね歌は下手なんです。まあ、古典落語といい勝負です。帰らさせてもらいます。一回友人の結婚式で頼むから歌ってくれ、テレサテンの別れの予感を歌いました。張り倒されたんです。先だってはお世話になってる方の新築祝いでたまには歌え、隙間風を歌いました。出入りは禁止になりました。話一本で頑張ります。一回ね、計画停電の時に弟でしてね、高助っつって、もう髪の毛の薄いバーコードがおるんです。あいつは仕事に行く前は濡れタオルを髪にあてがって魔法の黒い粉をかけまくってドライヤーで乾かしていくんですが、ドライヤーを持った途端に計画停電が始まったらしいんです。そのまんま寄せに行きまして、高座に上がって5分もしないうちに汗っかきなもんですから額から黒い汗がボンボン流れて、お客さんが引いちゃって、何なのこの黒い汗、頭から顔までバーコードになったやつがおるんです。変わった一門です。まあ、師匠も変わってます。山の穴穴三遊亭演歌、体は小さいですよ、146センチ。去年の伊豆旅行の時でした。気持ちのいい温泉だった、川の流れみたいでな、お前たち入ってこい。行ってみたら足湯でした尊敬いたします。足湯に肩まで40分入れるんです。一回筑波大学の遺伝子学の大家と言われてる村上和夫教授と3人で飯食ったんです。先生、なんで師匠はこんなに元気なんでしょう。遊び心があるから。遊んでる時はワクワクします。ときめき感は脳細胞を活性するの。脳が活性されたら今度は今までつながっていなかった遺伝子たちが全部つながり始めるんだと。だから皆さん、いつもときめいていきましょう。ちっちゃなことでも喜ぶんです。マイク見てもマイクだ元気になるから。この間もね、近所でゲートボール見とったの、どう見ても80近いおばあちゃんです。背も曲がってらっしゃる、逆イナバウアーボールに名前が書いてある、リエ。この年代でリエはないだろう。どう見てもトメだと。おばあちゃん、リエ、はあ、違う、嫁の名前リエ。遊び心を持ちましょう。お世話になった秋山さんって方、遊び心あったから92歳まで生きた。亡くなる10日ぐらい前、遺言をテープレコーダーに入れといた方、母ちゃん、8月の末天国に単身赴任じゃ、探しには来るな。こんな暑い時にお世話になった方々を焼香で待たすのは失礼。母ちゃん、最後の願いじゃ、葬式には盛大に軍艦マーチ流せ。私も言ったんです。軍艦マーチが流れ出したらみんな顔を上げた。じゃん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 、焼香の時間が早くなる。じゃん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 、あの長い二列がずんずん行きますよ。たったの15分で終わった。みんな泣きながら褒めて帰っていった。いい人だったねと。遊び心を持ちましょう。私の友人で古賀武雄という面白いやつがおるんです。古賀のお父さんが亡くなった時の火葬場での話、
静かにお父さんが焼き場の中に入れられて、扉が閉まったら係の方が点火のボタンを押した。ブオー、古賀武雄が泣きじゃくってお父様、火加減はいかがでございますか。親戚一同からボロクソに言われたらしい。ええ加減にせんか、竹をつんで。遊び心を持ちましょう。一回神さんに言われたんです。漢字を知らないよ、子供たちが。お父さんに似て。俺を出すな。熱海のことを熱海って呼んだでしょ。伊豆地方、今目地方。赤十字を赤十字って。旗という字が書けないの。いいじゃないか、旗ぐらい書けなくても。誰かに迷惑をかけたか。旗迷惑って話あるが、漢字漢字と言うな、中国人じゃないんだから。じゃあお前に聞いていいか、バラという漢字が書けるか。バラ書けないだろ。俺も書けない。何か生活で困ったことがあるか。ブドウという漢字書ける。ブドウ。農協にいる人も書けないよ。憂鬱という漢字が書けるか。憂鬱。俺はあの字を見てるだけで憂鬱になるぞ。俺は俺は自慢じゃないが、未だに芋という字と竿という字の区別がつかない。お前は芋と竿の区別つくのか。長い方が竿。半分正解じゃ。うちの神さん回線ずれてるの。こないだの飲み会出来上がって帰ってきた。どこで飲んできたの。口。いろんな答えがあって、だから私はね、数学が嫌い。答えが一つでしょうが、性格的にあれが許せん。これしかダメって私は嫌なんです。いろんな答えがあっていいと。高校1年の数学のテスト全部感想文で答えた。X イコールタルト。 X は数学という分野の中で一体どういうことを求め続けたのであろうか。それはたった一つの答えだけではなかったであろう。 X とは実に不思議なものである。先生赤ペンでパンパン。X の不思議より自分の不思議を考えろ。国語の感想文も好きになれんかった。いつも試験にあったの20点満点。作者は一体何が言いたかったんでしょうか。私の答えはいつも一緒。作者でないから分かりません。前座の修行時代、大好きな男子師匠に言われた。こういう形されながら。若者には未来はない。なんでですか師匠。長生きをしてる若者がどこにいるんだと。長生きをしてるのは年寄りばっかりじゃねえかと。ご冥福をお祈りいたします。一回お客さんに言われた。体にええのばっかりとっとるが、運動しとるか。運動しとけよ。牛乳飲んでる人より配ってる人の方が元気じゃ。目が覚めた。歌之助覚えとこうな。泥棒も警官も走る方向は同じなんだと。ただ目的が違うだけなんだと。名言だと思った、ね、しょっちゅう笑いましょう皆さん。深く考え方が長生きですから。圧倒的に100歳が多い県は沖縄でしょ。初めて沖縄行った時台風が来たの。呼びもしないのに。アベック台風出ました。明日の飛行機飛びますか。飛ぶ時は飛ぶし、飛ばん時は飛ばんだろ。台風には勝てんさ。21号22号がイチャついてきたね。途中で合体して43号にならせんか。考えがぼーっとしてます。
ね、沖縄の方10時ぐらいから飲みに出るの。スナックが開くのが9時半過ぎ。遅い店12時から朝7時までやってます。なんで遅くまで飲むの。もともと電車がありませんから。終電の感覚はありません。いつ店閉めるの。お客さんの体力がなくなった時に閉めます。沖縄2時3時へっちゃら。今日の朝お仕事でしょう。大丈夫ですか。休むさ。もう休むさ。社長に怒られません。社長も休んでるさ。朝電話入れるさ。明るい方は長生きをします。どうもありがとうございました。